皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。チームビーズ、はい、今村真希也です。はい、山内千奈です。坂本絵里奈です。月2、3回ペースでアップしていければといいと思うので、鉄ラジオなくなっちゃったのというたくさんの声をいただきましたが、今回より再生スタートということで3度目の正直で、はい、みんなで頑張っていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい、ということで今回は早速こんな企画をしたいと思います。おわ、何、お T2 に質問。T2 に質問で、T2 メンバーに聞きたいことをファンの方から募集いたしましたが、その質問に私たちが答えていきたいなと思います。はいはい、チーム T2 がこれだけはチーム H やチーム K4 に負けてないと思うことは何ですか、です。元気なんかね、最近はさ、20歳メンバー増えてきちゃったから、ね、確かにフレッシュっていうよりかはね、今も若いってだけじゃね、なんだろう、両方兼ね備えてる。あれあれあれ、文字の多さ、あー、確かに、あれはそれはそう、あれはね、あれはね、あれはね、なんだろう、公演続けてるです。おー、いつから永遠の15歳になったの？ゆう。あ、ゆう来た。私いつから？いつから15歳？確かにいつから15歳っていう。確かに。確かに。そういう設定はいつからそういう設定？設定じゃない。設定じゃない。いつの間にかとしか言いようがない。ああ。
ただけ。すごい。顔つきもね、ちょっとだんだん大人になる感じで、ちょうどいい成長の仕方。めっちゃ出てる感じやで。出てるマリアも見ない。かわいい。かわいいと思う。めっちゃいい。ちっちゃい。で、ね、あの、ミュンの心の強さも欲しい。今回動画はここまでです。